服はいつ元の姿に戻れるんだ。ブツは持ってきた？ジャムおじさん。ジャムおじさん？そう言われたくなかったら早く渡しなさい。それが、その、まだ手に入れてないんだ。でも、代わりにいれるものを持ってきた。ほら、空飛ぶ絨毯だ。珍しいだろ？あなた私を誰だと思ってるの？魔女よ。それは分かってるけど、これじゃダメかな。話にならないわね、あなた。もういいわ。一生そのままの姿で過ごしなさい。こっちは時間がないの。もう他の人に頼むわ。そんなこと言わないで、僕を元の姿に戻してよ。君なら簡単に魔法で戻せるんだろ。取引は取引。私はボランティアなんてしてないの。そんな、そもそも海の魔女を怒らせたあなたが悪いんじゃないの。自業自得ってやつよ。でも、いいこと思いついた。何？ということで、今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけどな。無駄っち、真面目にやって。なんなんそれ。だって最近暑くてなんか、力入らんのやもう。そんなん知らんから無駄っち。はい、もう一回やり直して。ということで、今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、きっと、可愛いな。無駄っち、僕じゃなくて今日はピーで。おかしくなったピーで。ピーリーがなんかおかしくなった？明らかにおかしいじゃん。顔の横見てみ。ジャムおじさん。ちょっと、僕のことをジャムおじさんって言うんじゃない。ごめんピーリー。別に悪気はなかったんだけど。僕もこういう姿になりたくてなったんじゃないんだ。それは分かってるけど、一体何があったの？海の魔女を知ってるか？海の魔女？そうだ。名前はカイドラって言うんだけど。その魔女に魔法をかけられて、こんな姿になってしまったんだ。じゃあその魔女のところに行って、元の姿に戻してもらえばいいじゃん。それができてたら、もうやってるよ。じゃあ、他の魔女にお願いするとか。それも試したけど、取引を持ちかけられて、結局ダメだった。じゃあ他に優しい魔女と出会えればいいね。そうなんだけど、そんなことしなくても、いい方法を思いついたんだ。いい方法？ああ。やっぱり夏が一番だわ。カイドラ姉さん！どうしたのクリザベル。今日光浴の最中よ。ピーリーが感づいたみたい。元の姿に戻るかもしれないわ。そんなわけないじゃない。落ち着きなさい。スケルトン。え？ピーリーがそう言ってたの。だったら気づいたかもしれないわね。どうするの？ピーリーを見つけ出して彼に会わさないようにしてちょうだい。わかったわ。わあ、おかしくなったピーリーじゃん。仲間じゃないの？なんで戦うの？見た目が似てても敵は敵だ。どうしちゃった？それにしてもスケルトンのやつ一体どこにいるんだ？スケルトン？そうだ、僕のことみんなジャムおじさんって言うけど、よくよく見ればスケルトンに似てると思わないか？スケルトンってどんな顔してたっけ？僕がバッグに背負ってるこの人形を見ればわかる。確かに似てる。だろ？だから彼を探して話を聞けば元に戻る方法を知ってるかもしれない。そういうことか。誰かいる、気をつけないと。でもなんでそもそも海の魔女に魔法かけられたの？海岸を散歩してたらたまたま海の魔女と出会って僕を食べようとしてきたんだ。マジ？ああ、ひどい話だろ。それで僕は反抗して頭突きしたら海の魔女が魔法をかけてきた。それでこんなおかしい姿になったってわけさ。わあ、それは災難だね。ピーリー、クリザベルじゃないか。もしかして気が変わったのか？僕を呪文で直してくれるの？そうじゃなくて、スケルトンには会わない方がいいわ。なんで？彼に会えばあなたは一生元の姿に戻れなくなるからよ。え、マジ？よかったやん、きっと。嬉しいね。歌ってみていいね。どんどん歌ってみて出してほしい。僕、替え歌とかも歌ってみたいと思ってるんだよね。ああ、そういうのもいいね。きっとめっちゃ歌うまい。
の姿に戻れないって言ってたけど、元の姿に戻れたんだよね。クリザベルの嘘つき、一体どういうつもりなんだ。てか僕思ったんだけど、もしかしてクリザベルとパイドラって仲間なんじゃないか。同じ魔女同士、僕そう思うんだけど、みんなどう思う？でも本当によかったよ。これで僕もうジャムおじさんって誰からも言われない。これから何しに行くかって、もちろんクリザベルとパイドラに復讐しに行くんだ。絶対に許さない。だってそもそもおかしくないか。おっと待って、何？ちょっとやばいぞ。よし、一旦逃げないと。危なかった。もしかしてクリザベルかパイドラか。あっと間違えた。もったいない、一個使っちゃったよ。あれ、指名手配犯になってると思ったんだけどな。すごい、花火打ってる誰か。さあクリザベルパイドラ、一体どこにいるんだ。絶対に探し出して復讐しやる。向こうに敵がいる。しかもダースベイダーいるじゃん。ライトセーバーをゲットしてクリザベルとパイドラを切りつけてやろう。それで復讐完了だ。僕の強さは甘く見るんじゃない。みんな忘れたのか、僕がアンテミイベントで活躍したこと。おっと何、ちょっと待って、ダースベイダーもう倒されたのか、もしかして。あ、いる向こうに。クレー、よこせ。あ、やばいよ、危なかった。おっと、よし、もうちょっとだ。もうちょい、やったー。パイドラ絶対にここら辺にいると思うんだよね。だって海の魔女だろ。向こうに誰かいる。誰だ、魔女か。その草むらの中に隠れた。あ、いる。待て、よし、ちょっと出たぞ。ライトフェーバー、よし、でも魔女じゃなかった。僕そろそろ腐りそうだから、今日はもう冷蔵庫に帰るよ。みんなありがとう、最後まで見てくれて。復讐はまた今度だ。